皆さん、こんばんは。ありがとうございます。クリエイティブ歌のお姉さんこと松山葵です。夢は世界を調教することです。で、作ることが全体的に好きで、オリジナル曲は全て作詞、ほとんど作曲もしてたり、テレビアニメとかも作ったりしました。よろしくお願いします。で、今日はパンダワングランプリということで、必死にパンダ系のグッズ仕入れてきて着てます。似合ってますか？ありがとう。頭も手もシャツも下半身もパンダっぽい。慣れてるかな。もう今日はね、急遽このグランプリ出れることになって、もうと見た目でまずアピールして、トークコーナーでもしっかり、アピールできたらいいなと思います。よろしくお願いします。それではちょっと後で話すと思うんですけど、昔から動物が好きで、上野動物園とか定期的に行ってて、本当動物が大好きなんですよ。で、動物が好きすぎて、なんとオリジナル曲でみんなが人間の心を忘れて動物になれる曲、お姉さん動物園という曲を作りました。次歌うの
な人間の心を忘れて動物になってくれたら嬉しいです。なれますか？え？ちょっと残念ながらパンダではないんですけれども、ちょっと本領発揮していきたいと思います。で、最後うまくできたなって思ったら褒めてあげるので、褒められたら胸に手当てて心の中でありがとうございますって言ってね。やってくれそう。それでは聞いてください。お姉さん動物園。さあ行こう、楽しいの。